こんにちは、直樹です。いつものようにですね、ビバリーヒルズの図書館にいます。というのもですね、またいつもお話ししてますけどもですね、テストがあるんですね。ドイツ語のテストが。で、アメリカの大学ってですね、またテストがやって感じがするんですけども、日本と比べてましてですね、かなりの回数ですねテストやるんですね。ちょっとですね、歩いてですね、またロデオドライブの方に行こうと思っております。今日動画を作ったのはですね、前動画を作りましたの、ロデオドライブありますよね、ビバリーヒルズ の、 一番観光客が来るところですね。そこの動画を作ったんですが、実はレストラン街がありましてですね、ロデオドライブのですね、次の通りかな、でビバリーヒルズのロデオドライブに来てですね、なかなかレストラン見つからないなと思った方もいるかと思いますけど、実はですね、レストラン街ってですね、ちゃんとあるんですね。でそんなですね、高いんじゃないかって思いますけど、もちろんものすごく高いお店もありますけども、大体お店に入る前にですね、値段表っていうかで分かりますので、そこら辺は安心してください。それとですね、ちょっと気をつけてもらいたいのがですね、正面見えますですかね、警察ビバリーヒルズ警察ですね、気をつけていただきたいのがですね、実はですね、ビバリーヒルズ結構ですね、この信号無視とかのですね、機械ですね、よく置いてあります。で一番気をつけてもらいたいのは、レンタルのところに気をつけてもらいたいのが、オリンピック通りとですね、オリンピック通りっていうのがあるんですが、そこにですね、ビバリーヒルズ入ってからですね、結構ですね、この機械が設置してあります。ですので、ピカッて光ったらもうアウトですので、ビバリーヒルズですね、まあここの他にもまだ光るところがあるんですけど、まあ当たり前の話、交通違反は交通違反なんで、やってはいけないんですけど、ただですね、見落としとかでですね、信号無視とかもしかしたらあるかもしれませんので、そこら辺ですね、気をつけてください。レンタカーの場合ですね、結構ビバリーヒルズ市はですね、ロサンゼルス市はあまりないんですけども、まあ、ほとんどないんですが、ビバリーヒルズはですね、信号無視とかそういうのにはものすごく治安に気をつけてますので厳しいです。ですので気をつけてくださいね。初めてこれ見つけたんですけど、ビバリーヒルズに原宿クレープっていうのがありますね。これ日本の方がやってるんでしょうかね。衛星も A ですよね。これちょっと私初めて見ました。いつからできたのかちょっとわからないですけども、はい、歩いてですね、いつもの通り歩いてですね、ロデオドライブまで来ました。ですね、まあ、図書館と、ロデオドライブさほど距離ないので普通に歩いて来れるんですね。で、いつも私がですね、動画で撮ってるロデオドライブここです。で今日はですね、そのレストラン街ですね、ロデオドライブの方に、まあ、もちろんレストランっていくつかあるんですが、選ぶのもですね、まあ、限られてしまっているので、レストラン街の方ですね、今日はお教えしようと思います。それで私が進んでる方向っていうのはですね、皆さんがですね、観光で来る場合ですね、全く逆方向から来ると思います。バスですね。でそれで、まあ、その後ろにこれ、この持ち主の人、なんかこのお店、この左側のですね、お店のオーナーみたいなんですけども、まあ有名な方なんですけど、まあそれはいいとして、皆さんがですね、来るのはですね、おそらく私と進行方向が逆から来るんですね。おそらくまず間違いなく、皆さんですね、私が進んでいる進行方向、まあ、今観光客の方とか、まあ、歩いてますけども、その方向から来るはずです。まあ、高級ブランド店とかが並んでますけども、レストランは見当たりませんよね。でじゃあ地元の人とかはですね、どのレストラン行くかっていうとですね、これから教えいたしますけども、私今逆から進んでるんで、皆さんから考えたら、多くの人たち、私と逆方向進んでますよね。でそっちの方向から皆さん来るので、アイスクリーム屋さんの、移動アイスクリーム屋さんの車ですね、これは。皆さんが多分ですね、来る方向ってこっちからなんですね。ですのでこっちにみんな、皆さんまっすぐ進んでいくわけなんですが、私は今逆から来たんですけども、わざと皆さんの目線というかに戻ってます。でそうしましたらですね、スタートからでもいいんですけども、まあ、中頃から歩いて中頃からでもいいんですが、西ではなく東ですね、つまり右側進んでください。そうするとですね、ブロック2ブロックくらいですかね、行きますとですね、レストラン街に行きますので、そこで食事取ること可能ですので、ぜひ行ってみてください。ビバリーヒルズからですね、東にですね進んでいただいて、今もう私信号を渡ったんですが、
東に進んでいただいて1ブロック目がこんな感じですね。まあ、ロデオドライブよりはですね、小さなお店が目立つっていうか、あまり有名どころではないお店が目立つんですけども、まあ、それでもここもですね、ショッピング街にはなってます。で、そこをですね、東側にまた進んでいただきます。東にですね、ロデオドライブから東に進んでいただくと、こんな感じの街並みになるんですね。で、レストランとかもですね、パラパラ増えてきます。で、そうしますとですね、この通り、カノンストリートっていうんですかね、カノン通り、そうなるとですね、お店がですね、パラ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 と見えてきます。で、当たり前の話なんですが、ロデオドライブに比べるとですね、その飲食店の数の割合が多くなってきますので、ここで、昼食なりですね、夕食取ることが可能です。で、思ってる以上にですね、そんな値段高くないんですね。で、日本人のですね、前お話ししましたけども、日本人の食べる量ってこっちの人よりは少ないので、もう1品か2品でも十分だと思うんですよね。で、値段もですね、だいたい1500円くらいって考えた方がいいので、旅行してですね、ビバリーヒルズでご飯食べてって考えるとそんな高くないんですよね。逆にジャンクフードであれもこれもってやると逆に高くつくわけなんで、あちら側にもですね、レストランがありますよね。もうここら辺レストランが多いので、もう気兼ねなくですね、ご利用していただいてよろしいんじゃないかなと思います。あとですね、その合間合間ですね、東から西に進む通りですね、そこにもですね、レストランがこういうような感じで並んでますので、ロデオドライブだけ行くとですね、なんだレストランないのかって思うかもしれませんけども、実はちょっとずれるとですね、地元の人たちが利用する、そんな地元の人たちがですね、利用するレストランがですね、多いので、ちょっとですね、お腹空いたら脇道ですね、行っていただければですね、レストラン多く発見することができます。さすがにですね、私大学のテストがあるんでですね、ちょっと今日はですね、今日もなんですが、図書館にちょっと戻ります。そうしないとですね、シャレにならないので、で、前、大学のお話をするとですね、最初に大学に40人くらいいたもう生徒が、今ドイツ語の授業ですね、10人しかいないです、私含めて。もちろんですね、私の成績がいいかっていうとですね、かなり落第寸前なんですよね。じゃあ他の人たちは私より悪かったかっていうと、またそれはまた違う話でですね、例えば私よりもいい成績だけども A じゃないと、要するに一番いい成績じゃないと取っても意味がない、次に続かないとか、例えば就職に響くとか、わざとそういう場合切るんですね、ドロップアウトっていうんですけども。で、お金もその時期によるんですけど、お金も全額戻ってきたりします、授業料ですね。成績なんですけど、私の場合はですね、成績悪くても全然、授業さえパスしてしまえばいいって考えなので、成績が悪かろうが何にしろうが全然いいわけですね。でもテストはテストなんで、やっぱり受けないといけないのでですね、真面目にですね、授業を受けて、テストも受けてるわけです。で、どうせなんでですね、今ですね、もう図書館に近いんでですね、ビバリーヒルズの街並みですよね、ちょっと外れた、ロデオドライブから外れましたけど、ちょっとですね、繁華街から外れますと、もう住宅地に入ってきますので、リムジン、あれは何でしたっけ、リムジンじゃなくてリムジンでいいんでしたっけ、私ちょっと車に疎いんでですね、でですね、図書館までの道のりの間ですね、ビバリーヒルズのですね、街並みはこんな感じだよっていうのをお見せできればなと思ってます。で、ロサンゼルスと違うのはですね、ビバリーヒルズ市に入るとですね、通りがですね、これになります。この可愛らしいですね、表示になってきますね。で、ロサンゼルスになるとですね、ロサンゼルス市に入るとただの変哲のないですね、ただの長方形のプレートになるわけですね。はい、完全に戻ってきました。小さく円をぐるっと描いてですね、戻ってきました。これ前お話ししました通り、ビバリーヒルズの消防署ですね。で、奥右側がビバリーヒルズコップですね、ビバリーヒルズの警察ですよね。で、もちろん右側がいつも私が行ってる図書館ですよね。とりあえず戻ってきました。で、勉強ちょっとしないといけないので、ちょっと勉強させてもらいます。申し訳ありません。またですね、何かありましたらコメント書いていただければありがたいです。それではおやすみなさい。